四角矢という用語は、V1 と略される一時四角矢及び、V2、V3、V4、V5 と略される外線上皮質を示す。一時四角矢は、ブロードマンの脳地図における17矢と解剖学的に同等である。一時四角矢は、口頭用にある鳥居口の周りに位置する下流皮質であり、外側室上角から直接情報を受け取る。配側皮質四角路が、 緑、複足皮質四角炉が紫で示されている。両者は一時四角矢から出発している。V1 は、配足皮質四角炉と、複足皮質四角炉と呼ばれる2種類の主要な、四角経路に情報を伝える。配足皮質四角炉と、複足皮質四角炉の2分法、四角の2分法は、アンガーライダーとミッシュキンによって、最初に定義され、現在でも、四角神経科学者や、 心理学者の間で論争を巻き起こしている。おそらく、この二分法は、四角屋での実際の出来事を単純化しすぎている。この研究は、エビングハウス作詞などによって、知覚の判断が歪められるという発見に基づいているが、通常、人が、把握運動などの行動によって反応するとき、知覚の歪みは発生しない。しかし、 最近の研究では行動と知覚はこれらの作詞で同様に錯覚が起きているとされている。視覚野のニューロンは視覚刺激が受容野に提示された時活動電位を発生させる。定義から受容野は全視野のうち活動電位を生じさせるものを指す。しかしあるニューロンに関してはそのニューロンの受容野の特定の刺激のサブセットに応答する。 この特性はチューニングと呼ばれる。より初期の四角屋では、より単純なチューニングが行われている。例えば、V1 のあるニューロンは、その需要屋に現れる垂直な線に対して発火する。より工事の四角屋では、より複雑なチューニングが行われている。例えば、加速等皮質のあるニューロンは、その需要屋に現れる特定の顔に対して発火する。四角屋は、 五大脳動脈の鳥居声だから、血液の供給を最も受ける。一時四角屋の研究では、活動電位を猫、フェレット、ラット、ネズミ、猿の脳に刺した電極によって計測したり、動物における内因性光学信号を計測したものや、人や猿の V1 の不明類信号を計測するものがある。最近のある発見では、 人の V1 のフメリーにより計測される信号は注意による調節を強く受けるというものがある。この結果はマカクザルの生理学的な研究において注意による調節によりニューロンの発火にほとんど変化が見られなかった結果と対照的である。しかしマカクザルの研究は1ニューロンのスパイク活性を調べたものであったがフメリー信号の神経基盤は主に後、 シナプス増強によるものである。したがって、今回の結果の違いがそのまま人と魔覚の生理学的な違いを意味するものではない。他の最近の V1 の研究では、そのチューニングの特性を完全に説明し、皮質のカノニカル回路のモデルとして利用しようと試みたものがある。一時視覚やの損傷は暗定を生み出す。興味深いことに暗定を持つ患者は、 意識的にそれを知覚できないにもかかわらず、暗点における視覚情報を利用することができる。この現象は猛詞と呼ばれ、意識に相関した脳活動に興味を持つ研究者に広く研究されている。一時視覚野は脳の視覚野で最もよく調べられている領域である。研究されたすべての哺乳類において、一時視覚野は高等葉の高等局に位置している。 一時四角矢は最も単純で最も初期に活動する四角矢で静止または運動する対象に関する情報の処理に特化しまたパターン認識に力を発揮する機能的に定義された一時四角矢と呼ばれる領域は解剖学的に定義される線上皮質とおよそ同等である線上皮質という名前はジェンナリ線と呼ばれる 外側室状態から開発室の放送へと伸びる、随章化された軸作の肉眼でも識別可能な大きな縞模様に由来する。一時四角矢は、ア層からシックス層までラベルされた6層の機能的に異なる層に分けられる。そのうち、外側室状態から、ほとんどの視覚情報の入力を受ける、放送は 4A、4バイト、4 c ファ。 4Cβ のさらに4層に分けられる。4Cαα 層は、外側質状態からのほとんどの巨細胞性入力を受け、4Cβ 層は詳細防制経路からの入力を受ける。人成人の一時四角屋の平均ニューロン数は、それぞれの大脳半球につき、約1億4000万個ほどであると見積もられる。目優位性コラムの模式図。これらの皮質コラムは、 それぞれ片方の目の需要矢の一部を表現している。方位選択性コラムの模式図。需要矢を通過するエッジの傾きによって、コラムの反応選択性がチューニングされている。方位選択性コラムは、ピンホイールを中心に、特定の需要矢におけるすべての方位をカバーするように構成されている。V1 は、視覚における空間情報の明確なマップを持つ。例えば、 人の取り興味深み壁は視野の下半分の視覚情報に強く応答し、下壁は視野の上半分に応答する。概念的には、このレチノトピーのマッピングは、網膜から V1 へ視覚像の変換とみなせる。視野と V1 における位置の対応は非常に正確で、盲点でさえも V1 でマップされている。この対応関係は進化的に基本的で、 V1 を持つほとんどの動物において見られる。中心化を持つ動物や人では、V1 の大きな割合を占める領域が、視野の中心にある小さい領域をマップしている。この現象は、皮質拡大として知られる。おそらく、正確な空間的コーディングのために、V1 のニューロンの需要やの大きさは、すべての視覚やの微小領域で最小であろう。 V1 ニューロンのチューニング特性は時間によって大きく異なる。短時間でそれぞれの V1 ニューロンは刺激の小さな組に対して強くチューニングされる。つまり、それぞれのニューロンの応答性は視覚刺激の方位、空間周波数や色のわずかな違いに分けることができる。さらに、人と両眼視をする動物のそれぞれの V1 ニューロンは目優位性を持ち、 文字通り両目のうちの片方に対しチューニングしている。V1 と一般的な一時間隔やのニューロンは似た、チューニング特性を持つもので集まり、皮質コラムと呼ばれる構造を作る。デイビッド・ヒューベルとト,トルステン・ウィーセルは目優位性と、方位の2つのチューニング特性の皮質コラムについて、古典的なモデルを提唱した。しかし、このモデルは、色や空間周波数などの、 ニューロンがチューニングされる他の多くの特徴については適合しなかった。これらすべての V1 の皮質コラムの正確な構成は最近の研究においていまだにホットなトピックである。現在では V1 ニューロンの初期の応答は選択的な時空間フィルターで構成されていると考えられている。空間次元では V1 の機能は多くの空間的に局所的で複合的な フーリへ変換に似たものであると考えられる。理論的には、このようなフィルターは、空間周波数や方位、運動、運動方向、速度や他の多くの時空間的特徴について、神経的な処理を行うことができる。V1 ニューロンにおける実験は、この理論を実証するが、さらに新しい疑問も生む。時間的に遅くに、V1 のニューロンは、 真のより対極的な構造に応答する。このような応答特性は回帰性の処理と水体細胞の水平な結合により生じるものと考えられる。V1 へと中継される視覚情報は空間的な像としてというよりは局所的なコントラストとしてコードされている。例えば、片側が黒、反対側が白からなる像は、 局所的なコントラストが最大である黒と白を分ける線がコードされ、軌道の情報はわずかなニューロンしかコードしない。情報が工事の視覚領域へと中継されるに従って、非局所的な周波数、位相信号がより多くコードされていく。重要なことは、このような皮質での視覚処理の初期では、視覚情報の空間的な位置は局所的なコントラストのコーディングの中で強く、 保存されている点である。V2 は全優先線質とも呼ばれ、四角屋の2番目に広い領域で、四角連合屋の一番初めの領域である。この領域は V1 からの強いフィードフォワード接続を受け、V3、V4、V5 へと接続を送っている。また、V1 への強いフィードバック接続を持つ。解剖学的には V2 は、 左右半球の配側と腹側の4つの4分円に分けられる。この4領域が一緒になって視覚世界の完全なマップを形作っている。機能的には V2 は V1 と多くの共通な特性を持つ。細胞は方向や空間周波数、色などの単純な特性にチューニングされている。V2 ニューロンの多くの応答は主観的輪郭の向きやその視覚刺激が 図の一部か地の一部かなどのより複雑な特性によって調節を受けている。最近の研究によって部位にの細胞は注意による調節が小さく、また単一の需要やにおける異なる改良域の複数の方向に反応することで適度に複雑なパターンにチューニングされていることが判明している。 三次四角皮質複合体という用語は、V2 の全部に接する皮質領域を示し、V3 領域を含んでいる。人において、複合体という名前は、V3 と呼ばれる領域の正確な範囲について、V2 の前にある領域は2、3の機能的な改良域を含んでいるとする、研究者によって論争が起きているという事実による。例えばデイビッド・バン・エッセンらは、大脳半球の上部に、 配側 V3 という領域が存在し、脳の下部に位置する複側 V3 とは異なると提唱している。配側 V3 と複側 V3 は、脳の異なる領域から異なる接続を受け、多くの染色法によって異なる染まり方をし、視覚刺激の異なる組み合わせに応答する。他の改領域として、V3A と V3 バイトが人において報告されている。これらの改領域は、 配足 V3 の付近に存在するが、V2 とは区別される。配足 V3 は、通常、配足皮質四角炉の一部と考えられ、V2 と一時四角矢から入力を受け、後頭頂用に投射している。解剖学的には、ブロードマンの脳地図における19矢に位置する。フメリーによる、最近の研究によって、V3、V3A 領域は、広域的な動きの処理に関わるとされている。 側部 V3 を全視野を表現するセウチガと呼ばれる大きな領域の一部と考える他の研究も存在する。セウチガのニューロンは視野の大部分を占める大きなパターンの同期した動きに応答する。側部 V3 は一時視覚野からの非常に弱い結合と加速東海との強い結合を持つ。初期の研究では側部 V3 は 視野の上半分を表現している領域のみを指していた。しかし、より最近の研究では、複足 V3 は、以前考えられていたよりもより広く、他の四角屋と同様に、視野全体を表現する領域を考えられている。この改定されたより広い複足 V3 は、ローサとツイデルによって原外側後部領域と呼ばれた。V4 は、マカクザルでは、優先外視覚皮質に存在する。 四角矢の一部である。V4 は V2 の全部に位置し、高下側頭矢の後部に位置する。V4 は左右の V4D、V4V の4領域からなるとされ、さらに微速と分側の改良域を加えるものもいる。人における V4 ホモログはまだ知られておらず、精査されている事柄である。V4 は複側皮質四角炉の3番目の領域で、 V2 からの強いフィードフォワードな入力を受け、効果速答やへと強い結合を持つ。また、V1 からの直接の入力をその中心部へ受けている。加えて、V5 と、配速前月上回へと弱い結合が存在する。V4 は、複足皮質四角炉において強い注意による調節を受ける最初の領域である。多くの研究では、 選択的注意が V4 の発火頻度を20%変化させるとしている。モラント・デシモーネによる影響力の大きい論文はこのような効果を特徴づけ注意による効果は四角やのどこにおいても見られることを明らかにした最初の論文である。V1 のように V4 は方向、空間周波数、色にチューンしているが V1 とは異なり V4 は 対象の特徴の中間的な複合性、例えば単純な幾何学的形状などにチューンしている。しかし、V4 のチューニング空間の完全なパラメーターの記述を行った者はいない。また、V4 は下側頭解のように顔などの複雑な対象にはチューニングされていない。V4 の発火特性は1970年代後半に、 この領域の名付け親でもあるセミールゼキによって初めて描写された。それまでは V4 はその解剖学的な名である前月上階として知られていた。もともとキは V4 の目的は色情報を処理するためであると考えていたが、1980年代前半に V4 は他のより初期の四角屋と同様に形の認知に直接関わっていると示された。 この研究は、アンガーライダーとミシキンにより1982年に初めて提唱されたに経路仮説によっても支持されている。最近の研究によって、V4 は刺激の顕著性を高度する長期化素性を示し、その化素性は前頭眼野からの信号によってコントロールされることが分かった。これにより、注意によって需要やの空間的な特性が変化する。 V5 は MT やとしても知られ、外線、上野の一部であり、運動の近く、局所運動信号のグローバルな近くへの統合、及びある種の眼球運動における主要な役割を担うと考えられている。MT やは様々な皮質及び皮質下の脳領域に結合している。その入力は V1、V2、配側 V3、背内側や外側質状態の下流細胞領域、 および、可視症枕から受けている。MTI への投射のパターンは、視野の中心と周辺で幾分異なっている。後者では、皮質性中部と能量膨大後部からの入力を受ける。一般的には、MTI の最も重要な入力は、V1 に由来すると考えられている。しかし、いくつかの研究は、MTI のニューロンは、V1 ニューロンが破壊、または、 不活性化された後でも、視覚情報に対して多くの場合は、方向選択的に応答できることを示した。加えて、セキールゼキラによる研究ではある、種の視覚情報は、V1 に到着する前に、m t i に到着することが示唆されている。m t i はその主な出力を、FST や MST、V4 トンを含むその領域を直接取り囲む、領域へと送っている。 他の MT やの出力先は眼球運動に関係する前頭葉と頭場葉の領域である。MT やのニューロンの電気生理学的な特性を調べた最初の研究により大部分の細胞が運動する視覚刺激の速度と方向にチューニングされていることが分かった。このような結果は MT やが視覚運動の処理に重要な役割を担っていることを示唆している。 MT a の損傷による研究によっても、その運動近くと眼球運動における役割は示されている。また、運動を近くすることができず、世界が性的なフレームの連続に感じられる、患者の神経心理学的研究により、霊長類における MT a の人におけるホモログは V5 であるとわかった。しかし、V1 のニューロンも運動の方向や速度にチューニングされていることから、 これらの初期の結果は V1 では処理不可能な何を MT やでは処理可能なのかという問題をまだ解けてはいない。多くの研究によってこの領域が局所的な視覚運動信号を複雑な対象の対極的運動へと統合していることが分かった。例えば V5 の損傷により運動の知覚と複雑な刺激の処理に障害が起きる。V5 には 複雑な視覚的特徴の運動に選択的に応答する多くのニューロンがある。V5 にあるニューロンの微小刺激は動きの近くに影響を及ぼす。例えば、上向きの運動に選択的に応答するニューロンを見つけて電極により刺激したとき、ニューロンを刺激された猿は上向きの運動をより多く報告しやすくなる。MT やで行われている。 計算の正確な形に関しては未だに論争が存在する。そして、ある研究では特徴の運動は V1 のような四角矢における定時の領域でも実はすでに利用可能であるとしている。MT 矢は方向コラムにより構成されていることが示されている。デアンジェリスは MT 矢のニューロンは両メッサへのチューニングに基づいて構成されていると主張している。 日本語のオープンアクセス文献、ありがとうございます。